ドブリジュロフは、ブルガリアの政治家、軍人、上級大将、ブルガリア人民共和国英雄。1962年から1990年まで国防省を務めた。ブラベボ村出身。中学生時代、労働青年同盟に入り、革命運動に加わった。1937年に逮捕され、禁庫1年を言い渡された。釈放後、宝石工場で働く。 1938年から、ブルガリア共産党員。1939年から1940年、軍に招集され、軍内で共産主義のプロパガンダを続けた。除隊後、ソフィアの企業で革命活動に従事した。1941年4月、軍に再招集されて、フラキア占領軍に送られ、ギリシアの共産主義者と接触を確立した。独祖戦勃発後、 ジュロフの発議により、連帯内に、ブルガリア労働党の戦闘組織が創設された。1941年12月ソフィアに戻る。1942年4月、逮捕され脱走。連帯内の党組織崩壊,壊後、軍法会議により、死刑を言い渡された。1942年5月、党中央委員会の指示により、ジュロフはパルチザン主体を創設し、その委員、 後に指揮官となった。1944年の9月人民武装放棄中、ジュロフ指揮下の旅団は、北、ブルガリアからソフィアへの政府軍造園の移動を阻止した。1944年9月9日、祖国戦線政府の樹立とともに、ジュロフはソフィア州民警局長に任命された。1947年、ソ連の MV フルンゼ名称軍事アカデミー卒業後、 師団を指揮し、軍参謀長、軍司令官を務めた。1956年から国防次官。1959年、ソ連軍参謀本部軍事アカデミーを卒業。1962年3月から国防省。1958年のブルガリア共産党第7回大会において中央委員会委員候補。百六十二年の第八回大会において、 中央委員会委員に選出された。1974年から、ブルガリア共産党中央委員会政治局員候補。第4期第6期人民議会大議員。東欧各国の民主化が進み、ブルガリア共産党の政治局内でも、長期政権に居座る独裁者トドルジフコフ書記長に、対する反発が強まってきた1989年11月。 ジュロフは政治局員のヨルダン・ヨトフ、当初期でソ連とパイプを持つディミタル・スタニシェフと共に、ジフコフに退陣を要求。ジフコフは抵抗を示したものの、ついに折れ、11月9日に退陣を表明した。三浦元弘、山崎弘康、東欧革命権力の内側で何が起きたか。岩波新書1992年 ISBN40 億430万2560。 P150 から 154? ありがとうございます。